今回ですけれどもミニオンのクロワサン博多福岡へ行ってきたので博多駅で購入しましたこういう感じのミニオンのクロワサンとても美味しいんですけれども今回は3種類だけにしました他にあと2種類あるはずなんですけどもプレーンともう1種類ですねそっちの方はいつも行列できていてまあ10分15分ぐらい並べばすぐ回転いいので 購入できるんですが少し飛行機の時間もあるということで時間あまりなかったのでとりあえずこっちの3種類こっちはですねもうほとんど並んでないのですぐパッと行ってパッと買えるのでそれがいいところですねはいで明太と個人的にはこのいちご味いつも売ってるわけではないと思うんですけどもこれ今回いちご味売っていていちご味風味良くて気に入ってるのでこれ少し甘いタイプになるんですけども甘い感じの 物が好きな方にはおすすめです。うん。で、博多駅の場合はこういう風に、ここ空いてるんですけども、くるくるって、ただあの丸めて、袋に入れて、そしてこういう袋で提供してくれるという感じですね。大阪の時は、前にも言ったかもしれないですけど、ここなんか、キュッとテープで付けてくれたような気がします。はい。たいこういう具合ですね。 えーとクロワッサンの雰囲気こういう感じになりますえーといちごは確か中の方もあのいちごのカラーのちょっとピンクっぽい色だったと思いますで明太がこう明太子上に乗っていてこっちはアーモンドですねプレーンと似たような感じですけどもちょっと風味がアーモンドの風味して美味しいという具合ですで博多駅行ったらこれ あのすぐ食べるのにちょうどいいですし甘くて香りもよくて美味しいのでぜひですね博多駅行った時購入してみてくださいおすすめです。